平沢市長松澄市長所松澄は、軽軌道平沢市の北東部を指す地名。1914年にブリー軍の一端面、松永面、あまり方面などが統合されて、松澄面となり、松澄という地名が初めて付けられた。一説には、松草、墨という地名から合成されたとも言う。朝鮮戦争中の1952年、米軍の飛行場である、 カラス山空軍基地が設けられ、軍事基地の周辺に商業、陥落地域である、いわゆる基地村が形成され、犠牲府市、東津川市、和館遊と共に、軍事都市が急激に成長した代表例となった。1963年に松澄九1981年には松住市と順調に昇格したが、1995年に全国的な主軍統合の中で、 平沢市の一部となり、同時に従来の松住市や周辺の面を管轄する平沢市長松住出張所が設置され、現在に至っている。かつての松住の中心地の住居表示は、平沢市新城道となっており、米軍基地の正門付近には1998年に竣工した新場ショッピングモールがある。一帯は、ハンバーガー店など、 米兵相手の商売に由来する店も多く見かけられる。純然たる、韓国の地方都市とは異なる、異国情緒があり、ソウル特別市のイテウォンになぞらえて、リートルイテウォンとも称され、平沢市松住観光特区が設定されて、観光地としての整備が進められている。松住ゆのが伊藤。1981年3月1日、撮影。1981年7月1日、 松住優が松住市へ昇格した。松住市は1994年に日本の自治体国際化協会を通して青森市に友好交流を持ちかけ、同年11月18日に青森市との教育、文化等の友好交流に関する協定を締結した。この提携は1995年5月10日に合併によって成立した平沢市にも継承され、 合併後の8月28日に平沢市と青森市の間で協定が改めて結ばれた松住市の年度別人口の推移、松住市に関するカテゴリー、ありがとうございます。